次に本年5月8日の滋賀県大津市における園児死傷事故を加えた対応について発表をさせていただきます。亡くなられた2名の園児の方々に対し心よりお悔やみを申し上げますとともに、重軽傷を負われた14名の方々の一日も早いご回復を願っております。本市ではこの市内においてこのような痛ましい事故が発生をしないためにも同様の交差点について一斉点検をすることといたしました。点検期間は本年6月3日月曜日から6月28日まで、金曜日までで幹線道路を中心に1日の交通量が多く歩道がある交差点を対象に実施をしてまいります。また警察庁並びに国土交通省からも本件への対応について通達があっていることから本市の一斉点検に加え国県とも連携をし危険箇所の解消に取り組んでいきたいと考えております。さらに市民の皆様からのご意見や情報提供についても可能な限りお寄せをいただきたいと考えておりますので